こんにちは、ナフ太郎です。ナーフブロードアートブラスターを紹介します。早速開けてみますか。これね、ブローって英語の意味調べたんですけど、吹くっていうね、ふーっていう意味らしいんですけれども、コロナ禍でね、これはやばいですよね、本当に。外観見ていきましょう。こっちが右側ですね、右側ナフ、上部にレールがついていて、ここがね、口パクってやって吹くとこですね。で、先端はこんな感じでして、特にね、何も言うことはないですけど、これスリング取り付ける部分が何気にありますね。これ肩からぶら下げるのもありなんですかね、ちょっとよくわかんないですけど、はい。で、左側もしっかりインジがナーフって書いてありまして、もう吹くところとスリングの取り付ける部分、こうなんだ、バレルというか、これ自体がバレルのような気もするんですけどね。重厚ナフ用のレールが1個ついていて、それ以上はね、言うことないなって感じなんですけど、じゃあちょっとね、吹いてみますか。先ごめ式ですからね、先っぽから入れて、はい、じゃあね、ちょっと失礼して、はい、じゃあちょっと吹いてみますか。これこの向きでいいのかな、はい。どうなんすかね。どうなんすかね。ブロードアートブラスターでした。重量が 99g でクソ軽いですね。価格がですね、もう忘れちゃいましたね、はい、すいません。横 42cm、 縦 5.5cm で、かなりなんか横に長くてね、なんかバレルになんかちょっと外装がついたっていう感じのデザインですね、はい。で、初速がですね、17から19が私の肺活量の限界でしたね、はい。多分ね、すごい肺の強い人だったら20超えちゃうとか22とかいっちゃうんじゃないですかねっていう感じがするんですけどね、はい。相談数は見ての通り一発なんですけれども、コロナ禍のバイオ兵器になりうるかもしれない、この、発禁がふさわしいと思うこちらのナーフなんですけれども、いやーね、まさか2017年に売り出してね、ちょっと、3、4年してコロナ出てくるなんてね、そう思うわけないですもんね、はい。いや、面白いナーフですよね。っていう感じですね。今これ中古で出回って、ね、中古屋さんで売ってたとしても買いたくないじゃないですか。だからね、消毒すればいけるか、わかんないな。っていう感じで、はい。大変危険な、コロナ禍において大変危険なナーフでございました。はい。ということで、今回もご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイナラ。